藤原家の毎日家ごはん13、ミキママのとんでも料理について語りましょう。藤原家の毎日家ごはん、全、すれ、藤原家の毎日家ごはん12、オツ、先日のパウンドケーキ、カッコの記事の配分に既視感があって気になってたんだが判明したよ。あれは蒸しパンの記事に似てんだよ。BP の量も蒸しパンに準じてるしそれふわっとするよ。野菜ソムリエ、藤原学年集、お家料理研究家、汁が少なかったら、牛乳を足すといい、焦げそうになったら、火を止めればいい、汁が少なかったら、牛乳を足すといい、水が足りなければ足し、水っぽい場合は煮詰め、甘みが足りなければケチャップを入れます。焦げそうになったら火を止めるといい、カレールーを入れるとカレーの味を感じる。冷蔵庫に入れておくと最後に出すだけ。冷凍庫で冷やすと早い。温め直せば、温かい状態で食べられる。1週間の食材の中にビールが入ってない。だから褒め言葉の最高峰。な、山崎のケーキ、なのか。油、大事に使います。って冗談でしょ。あんな安いひき肉から出た悪い油。家庭料理で、しかも研究家と名乗ってる人が、焼肉のタレとチューブニンニクはないわ。安い肉と強調して庶民ハブるのはいいんだな。ステーキ肉かブロック肉買って、それをミンチにしてもらうくらいの起点を聞かせたら、牛乳ラードが半分以上の合いびき肉みたいな。あんなギトギトにならないのに。あのギトギトで野菜焼いたり、焼き飯焼いたり、本当に美味しいと思ってるみたいだね。さすがにいくら庶民でも安いクズ肉を固めてカツとか豚ひき肉を固めてサイコロステーキなんてしないわ。W ステーキもカツもちゃんとしたお肉買う。この人は庶民以下のど貧乏料理、ひき肉でサイコロステーキにするメリットは物珍しさ以外にあるのかな。米回すならハンバーグでいいんじゃないか。毎回野菜の量が少ないけど野菜が好きじゃないんだろうな。てか、あれ合いびき豚 100% じゃないの？真っ白な豚ひき肉。何あの自称エビマヨ。ただの揚げたエビにマヨネーズつけて食べた方が断然美味しいよ。基本オーロラソースだと思うけど何が違うんだろう？肉の代わりにネギの意味もわからないし、あの豆腐の切り方もやめたらいいのに。 W あの豆腐の切り方かっこでポカーン。少しは料理本見て勉強してほしい。丸山アボキター www 失礼な W。 受験勉強以来のレベルで図書館で毎日和食本を書き写したんです。だってさ、中華系の炒め物だけはパッと剣うまくまとめるセンスあったのに、最近はもうグダグダだな。クックルとレトレト鍋の元なデフォ、冷凍食品図鑑がバレてーらしてやけになったかな。 W 日本語が不自由だから正確に読めてないんじゃない。 W あんかけご飯ぐらい個別で盛り付ければいいのに。丸読めてないんじゃない。バツ読めてないんじゃない。ごめん W 書き直したつもりが失礼。ひき肉減らしてネギ2本入れて何か変わるの。ジャージャー麻婆豆腐ってのもよくわからん。やちゃかなとかも大皿だよね。ここのお宅大勢集まったから大皿に盛り付けて命名にってならわかるけど、普段からそうなのね。分量のせると都合悪いのかな。知りたいメニューほどレシピが書いてないこと多い。書店で本買うかなんだけど、やめといてよかった。ところでそもそもジャージャーってどうやって作るの。市販麻婆に甜麺醤入れたらできる。もっと濃い辛味噌のイメージなんだが違うのか。これもいつもと違う味にして食べたい。いつもはマヨネーズプラスコンデンスミルクなんだけど、今回はケチャップを入れて色鮮やかにしてみるか。マヨネーズプラスケチャッププラス蜂蜜プラス醤油を混ぜて絡めた。エビとブロッコリーのエビマヨソースができた。オーロラソースとは違って美味しいな。エビとブロッコリーのエビマヨソースって料理名がすごい。 W 藤原さんにとってマヨネーズプラスコンデンスミルクイコールオーロラソース、マヨネーズプラスケチャッププラス蜂蜜プラス醤油イコールエビマヨソースってこと。色鮮やかじゃなくていいならケチャップ抜きってこと。ジャージャー麻婆豆腐どっちつかずの料理っぽいし、工夫かっこしてオリジナル感を出したんだと思うけど、なんかもういろいろ頑張ってとしか。 W ジャージャーっていわゆる肉味噌だよね。ジャージャーに豆板醤から鮎で辛味をつけて、鶏ガラスープでちょこっと煮て、とろみつけてネギが麻婆豆腐じゃないのか。ジャージャー麺味っていうからには麺を含んでの味じゃないのか。 WW あんとあんかけもそうだけど、日本語が不自由だから余計何言ってるのかわからない。レシピは知りたくもないからいらないけどね。 W 多分甜麺醤強めの味付けって言いたかったんじゃないかな。ジャージャー麺はあんまり辛くなくて甜麺醤で真っ黒だから、ご飯物の大皿盛りはやめられないのか。そしてスープの濁り具合が食欲失せる。前から思ってたけど、ここの食卓って普通の茶碗出る頻度低いよね。麻婆豆腐はご飯のおかずとして食べたいわ。4人で赤魚1匹、豆腐の癒し系中華スープ、かっこ丼入り、カニ玉にカニカマのみ、すべてがありえない。めちゃくちゃにも程がある。カニ玉もどきの見た目が気持ち悪い。4人で魚1匹って1杯のかけそばみたい。 W 最近何でもビッグってつけるのね。 W 巨大なうんこみたいで速攻ページを閉じた。 W ビッグって名付けるくらいなら、甘酢丼も魚もスープも人数分用意すればいいのに。最近の手抜きすぎて全然豪華に見えないよ。4人で人参1月3日本と彩り程度の青菜、体壊しそう。豆腐の癒し系スープ www 中華だしと味の素で癒し系スープだろ。ビッグってバカみたい。 www ここまで野菜を食べない家も珍しい。パスタ非常時じゃないんだから茹でればいいのに。パスタゲロかと思った。ソースに水を足してパスタを乾麺のまま入れてみる。茹でると加えた水の分水分が減るんだって極女でして海苔みたいになってるパスタグラタン。 W いらね。なんで直に茹でる。生パフェって何。加熱したパフェってあるのか。ソテーに鶏ガラスープ、鶏だから鶏ガラスープが合うと思ったのか。 W ハーブソルトでも使えばいいのに。ミキさん大好きな花鳥入りのやついろいろあるよ。癒し系スープといい、生パフェといい、変な名前つけるの好きだね。ホワイトソースに水入れるのは個人的にありえない。パスタ茹でたいからだろうけど、茹でたいがために入れてるの。子供が給食何度もおかわりするって家で。いや、なんでもない。生パフェ受けた。 W 超じゃないパフェないよね。 W 生パフェおっかねえ。茹でうどんをうどんとか言っちゃう人だから。うまソテーとうまい炒めも変、うまみ以外はおかしいよ。名前のセンスもだけど味もセンスないよね。レシピと料理の画像を見てると、料理番組見てるとどの料理人もみんな一様に、肉から出た油は臭みがあるから拭き取ったりしてるし、そう何度も言ってるのに、この人は固くなに肉から出た油は旨味だと信じてやまないのだね。それにしても、ローズマリーと鶏ガラスープって組み合わせって、油揚げにローリエって、パスタを吸い込んだって表現も気持ち悪いし、極ゆでは一人でランチに食べるならありだと思うけど、4人分じゃ普通に茹でた方が量できるよね。チーズを乗せてけだしただけでグラタンも、そしてスープに油揚げ入れる意味も、鶏肉のソテーに鶏がラスープもわけがわからない。パフェもなんであんな小さい器に盛るんだろう。生パフェ、じゃなくて、チョコ製、カッコクリームの方なんじゃないの。言いたいこととしては W、鶏がギトギトしてて気持ち悪い。スープに油揚げはクルトン気取ったのかな。スープだけ豆腐入れました。ハーリだけど油揚げは個人的に話、金糸卵と薄焼き卵の違いがどうしても覚えられないんだね。このカリスマ、なんでデコはお稲荷の上に乗せてるだけなんだろう。普通に丸いおむすび作ってゴールにすればいいんじゃん。これ単に稲荷揚げで自分の本の宣伝したかっただけだよね。結果を書いてないってことは、麺くん食べてくれなかったんだね。そして晩ご飯どこ。フライパンだろうが鍋だろうが、お揚げ煮るのになんだ時間変わらないんじゃねえの。てか味の旬だお揚げにしたけど前日に煮て冷ますでしょ普通に。手抜きすぎる弁当にも驚いたけど、最後の弁当何？あんかけ？
こんな弁当参考にする人いるのかな。朝お揚げから作って冷まして詰めるまでやるの。どんだけ早起きだよ。 W ピーマン嫌いな子供がいくら甘かろうがパッとケンピーマンのおかずを食べるかよ。バカじゃないの。とどめにあんかけって昼にはゼリーみたいにベロベロだろうな。余計なことしないで普通の弁当作ってあげなよ。あんの粘度が落ちてべちょべちょにならない。ピーマンが甘くって単に蒸し焼きしてるだけ。あれだけ背を高く作ってたら絶対必要な作業なんだけど。ほんと何言ってんだかの世界なんだけど、起用する人間が一番悪いよね。小さく刻んでても嫌いなものって意外と目リンク見つけるしね。形を変えても嫌いな野菜を食べない子もいるだろうに、どうしたらこういう料理になるんだろうってことが多くて参考にしようがない。前は恋して冷凍しておけばレンチンしていつでもあんかけが食べられる。かっこガマ顔でやっちゃってさん、すでにまたなって嘲笑されたから W。 普段冷凍食品とレトルトばっかり使ってるのバレたから W。 なんで人が嘲笑うのか理解できなくて、一人だけ変なまで返しレス入れてたけどね W。 その後冷凍室に入ったあんかけが出てきたことはなかった W。 顔はチンパンだが頭は鶏だから2歩ですぐ忘れちゃうんだよ。手羽元で羽先の違いもすれ住人に言われて覚えたけど、少し時間が空くと骨付き手羽元とか骨付き系肉に戻る W。 あれのどこがモスバーガーだよ。ポーク 100% バーガー WWW。 どう見てもランチファストフードが晩御飯って確かに違和感だけど、ここのうちでは珍しくないのだろうか。あ、手作りしてまでってことね。家族総出で外出して帰りに買ってきたとかなら、まああるかなとは思うが、昼間の光のような感じもするから本当かどうかはわからないけど、晩御飯、別に変だとは思ってなさそう。コーラなんか飲ましてね。またビッグ、かっこビッグじゃなくなっただけマシ。か、なんだね W。 豚バーグ、ハンバーグも作れないとか、豚肉だけで臭みも消してないし、パン粉もそのまま入れるってひどい。ここのうち4人家族なのに、焼いてる写真はハンバーグ3枚だけど後で1枚だけ焼いたの？ 2 枚ずつ焼けばいいのに。それにモスのソースはミートソースなのに、甘ったるそうなトマトソースでモスの味とかモスバカにしてるの。モスってトマトソースではなく、ミートソースじゃなかったっけ？あとトマトソースにお砂糖を入れる理由は何？相変わらず、ベッド、だけどね W。 子供との昼食ならまだしも、あんな夕食でいいのか？バカ舌旦那よ。豚肉 100% でモスバーガーに似てるのかよ W。 ポテトは冷凍食品っぽい。片栗粉まぶす意味もわかんね。冷凍だね。手作り感を出したのかも W。 片栗粉、シグニチャーアイテムだから。ハンバーグで吹いた W。 トマトソースに砂糖を入れるのは酸味を和らげるためだと思う。煮込む暇がなかったんかな。豚肉オンリーなら臭み消しのスパイスは必須よね。ランチならいいんじゃない？ってメニューですな。あれ旦那いないだろ。3人分しか作ってないじゃん。しかしあんなみちみちにマヨ乗せたらマヨの味しかしないバーナーだろ。豚肉オンリーにサバシャバトマトだから臭み抜きと、噛んだら流れる水分止めにしてるんか W。 三つ口コンロのくせにバンズもしゃってないし、本当に料理ベタだな。モスバーガーのシャキシャキの玉ねぎは、ソースに入ってる玉ねぎが、シャキシャキしてるわけじゃないのに、最後に入れるといいかもって、そういう問題じゃないというか、なんかもうわからん。ブログタイトル見て久々にすごいの来たな W と思ってブログ読んでたら、やっぱりすごかった W。 たまにはこういうのも子供は喜ぶと思うけど、この人の場合、いつもこんなメニューだね。ファストフードの真似するより、手間を惜しまず、美味しく栄養のあるご飯作ってあげなよ。家族の健康より、ブログやテレビ出演のが大事なんだね。やっぱりポテトは冷凍なんだ。いつも根菜類はレンジで火を通してから調理するって言ってるのに、今回は生のままの揚げ焼きで、火が通るの？と疑問に思ってた。でも買い物画像に冷凍ポテト出てきてませんが、